ジャレル・レアンドレ・コットンは、アメリカ用、バージン諸島セント・トーマス島出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウ現在は、フリーエージェント。愛称は、スキー・キー。同じくプロ野球選手のジャメイン・コットンを兄に持つ。マイアミ・レード大学在学時の2011年、MLB ドラフト28巡目で、ニューヨーク・メッツから指名されたが、この時は入団せず。 イーストカロライナ大学へ移った2012年、今度は MLB ドラフト20巡目でロサンゼルスドジャースから指名されプロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズでプロデビュー。5試合に登板して1勝0敗、防御率1.20、20奪三振を記録した。2013年は A 級グレートレイクスルーンズ。 AQ 乱直モンがクエクス、a 級チャタヌーがルックアースでプレーし、3球団合計で21試合に登板して2勝7敗、防御率4.01、72奪三振を記録した。2014年は、AQ 乱直モンがでプレーし、25試合に登板して6勝10敗、防御率4.05、138奪三振を記録した。年は、 AQ グレートレイクス、AQ ランチョ h o o k Camoonga, AQ Tarasa Dorillaz, q o k l でプレーし、4球団合計で21試合に登板して6勝2敗、防御率2.245、114奪三振を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐ。 ために40人枠入りした。2016年は開幕からトリプル A 級オクラホマ式でプレーし、22試合に登板して8勝5敗、防御率4.90、119奪三振を記録した。7月にはオールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出され、当日の試合では勝利投手となった。2016年8月1日にジョシュレディック、 リッチヒルトのトレードでグラントホームズ、フランキー・モンタスと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。移籍後は参カのトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属され、8月9日のラウンドロックエクスプレス戦では9回西まで完全試合の回答を見せた。9月7日にメジャー初昇格を果たすと、同日のロサンゼルス・エンゼルス戦で先発してメジャーデビュー。 6.1回1失点の投球で初勝利を挙げた。この年メジャーでは5試合に先発登板して2勝0。はい、防御率2.15、23奪三振を記録した。2017年は序盤から先発ローテーションとして起用されたが、調子が上がらず、トリプル A 級ナッシュビルに降格した。すぐにメジャーに昇格するも、再びトリプル A 級ナッシュビルに降格した。 ホームとアウェイの成績が乖離しており、ホームでは4勝6敗で防御率6.98だったことに対し、アウェイでは5勝4敗で防御率3.94だった。2018年3月22日にトミー・ジョン手術を受けて全球となった。2019年は A 級ストックトンポーツで投球することでリハビリを行っていたが、5月にハムストリングの怪我で挫折し、 手術を受けることを選択した。7月にマウンドに復帰し、トリプル A 級ラスベガスアビエーターズで投球していた。オフの11月20日にディフェとなった。2019年11月23日に金銭トレードでシカゴカブスへ移籍した。2020年8月16日にディフェとなり、20日にマイナー契約となった。その後9月5日に自由契約となった。 スクリューボールのような変化を見せる、チェンジアップが武器。ありがとうございます。